タイヤなど自動車部品が置かれた室内を軽々と登っていく小さくて真っ黒な動物、子供のクマです。昨日午前、岐阜県恵那市のガソリンスタンドに子供のクマが迷い込みました。で、助手席に乗ってた方が、あれ犬かなクマかなっていう感じで、でえ、クマやないらみたいな感じで行ったらクマでした。いや、もう逆に可愛いと思っちゃいました。クマが発見されたガソリンスタンドは交通量の多い場所に位置していますが、すぐ近くには森が点在していて、そこから迷い込んだとみられています。その後クマは近くの森に逃げたところを地元の猟友会などが捕獲し、今後の危険性などを考慮して殺処分したということです。クマが子供だったことから、近くに親のクマがいる可能性があるとして恵那市は注意を呼びかけています。環境省によると、今年度全国でクマに襲われた人はこれまでに109人で、昨年度の人数をすでに超えているということです。